立花の氏は、日本の平安時代末期から繁栄した、伊予国の有力豪族。文献によっては、伊予立花の氏とも呼ばれる。詳しい事項は、与正記、矢野刑図と、与州理刑図書及び、新東州などにある。公別系である立花の氏と別系統で、伊予水軍を統括するおちし一族矢野氏の分家で、熊野国造の子孫とも言う。おちし一族の矢野の子のが、 方別刑で、伊予国師であった、立花の清正から、立花姓を賜ったことから始まるという。この一族から水軍を率いて、藤原住友の乱の時に追いぶ長官を残す子、追いぶ左官、大倉春美の武将として活躍した、伊予国刑護士、立花園補などが出た。他に、駿河国目大、立花園主などがいる。矢野玉守。矢野マス教。 矢野駅連。矢野みのる連。立花の実のる園。実行。実ほ定ほ、えんほえんしげる。金だ諸あんはじめ。健康。うじのり。万影。親のべ。い綱。なりやす。森中親、親ん、くすのきまさとうまさやす高う、 マサトシマサシゲマサスエマサイエ、ありがとうございます。